皆様立春祭おめでとうございます梅の花がほころび始め春たつ香りが漂う頃となりました本日私は名主さまの御心を限界にて権限なされる教主様のお導きとご承認のもとここに 世界メシア教の復活を宣言し、全国の皆様にご報告申し上げます。皆様誠におめでとうございます。ありがとうございます。ただいまは、世界救世の教の協議を定め、 祭儀を司る唯一のご存在である教主様が祭主を務められる中、全国の皆様と共に、70年前、明詞様が開教された世界メシア教の復活祭ともいえる本年の立春祭を、心からの歓喜を持ってお祝いさせていただけましたこと神と、 す神とと共におられる名士様に、中心より厚く感謝申し上げたいと存じます。私どもは、本年の、本年元旦の新年祭に続いて、本日も、教子様のもとに置いていただき、世界メシア教の復活という、極めて歴史的な立春祭の ご参拝が叶いましたこと、皆様と共に、教師様に心からの感謝をお捧げしたいと思います。また、本日は、真美奥様、そして、教師様の後継者であられる正明様にご臨席いただいておりますので、ここでご紹介させていただきます。美奥様正明様正 恐れ入りますがどうぞお立ちくださいませ <拍手 S 1> ありがとうございました後ほど政彦様にはご挨拶いただきますよろしくお願い申し上げます皆様ここで大変嬉しいご報告がございます1月22日 正明様のご婦人であられる真美奥様には、ご長女の芽い様に続き、お二人目となるご息女をご出産になりました。お名前はひらがな二文字で、美優様と伺っております。正明様誠におめでとうございます。 全国の皆様とともに、メイ様とミユ様の健やかなるご成長を心からお祈りさせていただきたいと存じます。本日は初めに、ご来賓の先生をご紹介させていただきます。参議院議員の室井邦彦先生と秀子夫人です。室井先生、秀子奥様、どうぞお立ちください。 今後とも室井先生のさらなるご活躍を期待しております本日は初めに海外からも信徒の代表の皆様がご参拝になっていますのでご紹介させていただきますブラジルから長江理事長韓国から ユン本部長をはじめ15名の皆様、ポルトガルからフェルナンド理事長をはじめ6名の皆様、モザンビークからアニトリー長をはじめ2名の皆様、アンゴラからアフォンソ本部長、イギリスからエドワールド協会長をはじめ3名の皆様、ドイツからトメ協会長、ボリビアから 上間教会長、オーストラリアからオラッシオ教会長、コロンビアからイエニ教会長、そしてスペイン、ハワイ、フィリピンから、信徒の代表の皆様、合わせて13カ国37名の信徒の皆様です、どうぞお立ちくださいませ、盛大な拍手でお迎えさせていただきましょう。 さて、昭和25年2月4日、明主様が世界メシア教を開教されて以来、70周年となる本日を期して、私どもは、教主様のご承認のもと、世界メシア教の名のもとに宗教活動をさせていただくこととなります。私は今 終生忘れることのない歴史的な瞬間の中に身を置かせていただき心を打ち震えるほどの喜び歓喜が込み上げておりますしかしながら同時に自らが本当に悔い改めなければならないものであったことを決して 忘れてててはならならいいいと思わせていただいております私は自らのうちにある大光明を三千と輝く主神の御霊メシアの御霊に気づくことなく生きてまいりました魂や命や意識をそして体をはじめ 万物すべてをまたご条例を自分のものとしておりました誠に申し訳ないことでありました教子様はこのような私の心を大きく目覚めさせてくださいました私は今神様の許しの中で 初めてお使いいただけていること、そして世界メシア教の道は、教師様によってのみ導いていただけた道であることを、心に深く刻んでおります。同時に、だからこそ、条例の大転換をはじめとする 自らの信仰の革命をもって望ませていただく大変大きな責任が伴うことであると心引き締まる思いがしております昭和25年に世界メシア教を開教されたメイス様はその同じ年に条例法変わるの見教えを ご発表になりました私はこの度の条例の大転換について世界メシア教をお受けすることと密接不利の関係にある極めて重要な救いの福音ではないかと受け止めさせていただいています私は生死の精神を 自らの心柱とし、条例の大転換を率先してお受けし、天地開闢以来ない救いのメッセージとしてのリーフレットを賜ったものとして、メシアの皆の真実をお伝えする、誠に尊いご信行奉仕に、一心不乱に精進させていただきます。 皆様、70年前の立春の日、メイス様が全人類の誠の救いのために開教された世界メシア教がよみがえる、歴史的な日となった本日を期して、教子様のもと、あふれ出る感謝と歓喜と決意を持って、 世界メシア教としてご一緒に出発させていただきましょう。ありがとうございました。